熊本大学理学部のバーチャルオープンキャンパスにようこそ。皆さんは理学とはどのような学問だと思いますか理学は自然の理を明らかにする学問です。つまり自然界全般が研究対象であり、そこに潜む真実を科学的手法を用いて明らかにする学問なのです。 さて、熊本大学理学部の大きな特徴である理学科、一学科生とはどのようなものでしょうか理学科、一学科生での教育の流れを少しご紹介しましょう。まず、1年生、2年生で入学者全員が共通のカリキュラムで理系基礎科目、理学共通科目を履修し、理学全般の基礎知識を学習します。そして 2年次の終わりにそれぞれの興味がある分野に分かれ3年生へと進学します34年生ではコースごとに専門分野の科目を学習しその分野の知識を進化させていきます1年生で学習する理系基礎科目はこのスライドのような構成となっています特徴的な点は高校で学ぶ機会がなかった方々のために 物理学と生物学は、高校での履修状況に応じてクラス分けをし、無理のない学習ができるようにしています。理学部では、数学コース、物理学コース、科学コース、生物学コース、地球環境科学コースの中から、 1>, 1年生2年生の間にしっかりと考えて自分の興味に合うコースを時間をかけて選び自分の希望に沿った分野に進学することができます。各コースに定員は設けていません。ですので全員が希望するコースに進学することができます。 理学部では大学入学後に自分に最も適した専門分野に進むことができるユニークな教育を実践しているのです。理学部の卒業生アンケートでは約7割の学生が理学部入学後に自分の進むコースを決めています。また、社会に出てから帰り見て9割以上の方が自分が選択したコースは自分にとって最も良かったと答えています。 入学してから専門コースを決めるメリットは大変大きいと言えます。また、理学部では国際社会で活躍できる人材を育成するグローバルリーダーコースを開設しています。グローバルリーダーコースでは、独自の教育プログラムのもとに国際的知識や教養、高度な専門性を習得します。詳しくは、理学部案内の8ページをご覧ください。 理学部卒業生の約半数は大学院に進学し、就職する場合も環境、食品、情報、医薬など多様な業種、企業に就職し活躍しています。また、教員免許は数学と理科の両方の免許を取ることも可能です。学部を卒業してからさらなる専門分野の追求をしたい方は、大学院への進学が準備されています。 大学院ではそれぞれの専門を進化させ、各分野のスペシャリストになっています。学部との接続を考えて、ここに示すような専攻とコース編成がなされています。最後に、大学生活についてご紹介します。入学してすぐに天草で新入生合宿研修があります。この1泊2日の研修は、たくさんの新しい友達を作る良い機会になっています。 大学生活は人生で最も楽しく有意義な4年間です。通常の授業の他にも、七夕祭りや七夕授業、秋の大学祭など様々なイベントがあります。これらの活動を通して学生館や教職員との交流が深まっています。さあ、熊本大学理学部で本当に自分に合ったサイエンスを見つけてください。